と思われるはずね。あと今のは何の時ここ持って、ここ突っ張って、ここ引かせないでね、ここ引かせないで突っ張ってくる人いるから、それを無理やりこう行こうとしてもできない場合がある。この時は手前持って切ってください。ここ持って手前振って切って、ここ刺してください。こうするとさらに今日も絶対神になれないから、これで相手がズボン持ってこの膝を寄せさせない、寄せさせないとしてきた時にこの手枯れるとめちゃくちゃ美味しいかと思っていて、で何が美味しいかって、やっぱり肝はまああんま言わないでしょ、脇の下に抱えるって結構限界があるんでね、これは絶対で神にも何もならないと言ってるけど、本当のスーパーパワーの持ち主だったらクロールして大きくなってピッチしてよしできないか、もうね、まあ本当に強いやつだともうこれだけだと思いっきりこっちに行って神になっちゃうやつになっちゃうもんね、実は。だから最強系としてはこっちの方がいいと思えてください。ちょっとここに何か入れとけば、まだ当たり前だけど、これは俺が引いてるんじゃないか、下に何か置いてるから、これはもう神になれない、どうしても、あの俺の手とか折れない限り引くよりも奥ね、それは俺のパワーと関係ない世界を作る。だからズボンとかも出して持ってきて、ズボンそしたら 100% いただけるので、ちょっと刺させたりしてズボンも出して脇刺すチャンスを、手前の脇を刺すチャンスを。